野田清は、日本の海軍軍人。日中戦争勃発後に設置された大本営において、海軍報道部長を務めた海軍中将である。北海道出身、旧制函館中学校卒業。海軍兵学校35期。席次は172人中40番。同期生に、近藤信武、高須志郎、野村直国がいる。 浅間分隊長として第一次世界大戦に出征した。野田は海軍大学校をつし、法術学校高等科を修了した法術専攻士官で、後に戦艦、鹿島法術長を務めている。皇太子、ヒロヒト新の欧州訪問の区部官鹿島の分隊長として投資した際は、海軍士官に芸術の素養が必要であるとの報告書を提出した。帰国後、 海大講師17期を卒業。左官時代は、艦隊では、第三艦隊、第二艦隊の、各参謀や、軽巡洋艦、木の副長、軍政では、軍務局局員兼教育本部員、海軍省副官県内人秘書官、臨時調査課長、軍令では、海外戦略教官軍令部、第二課長などを歴任した。中佐時代には、 半年間欧米出張を命じられている。1928年12月大佐へ進級し、1931年、ジュネーブ会議全権委員ズ委員となり、帰国後海軍軍事普及部委員長に就任した。就任時期は資料により異なるが、前任の委員長は、艦隊派のキーに触れ解任された、坂野常前であった。品事変により、大本営が設置されたことに伴い、 海軍軍事普及部は廃止されて、海軍報道部へ移行し、野田は初代部長を務める。この間の1934年11月に、少々へ昇進している。野田は報道部長を1年務めて1938年11月中樹へ昇進し、翌月予備役となった。その後は帝国アルミニウム統制会社の役員を務めた。大本営海軍報道部は宣伝。 報道担当の第1課、防衛用担当の第2課、検閲担当の第3課から構成され、軍部の宣伝、言論統制の一翼を担った機関である。1899年成立の軍機保護法を基本法とし、昭和海軍は海軍省令、海軍省通達によって、具体的な報道規制事項を定めていた。太平洋戦争時の大本営発表は、 当初は正確な情報提供の意図もあったが、選挙区の悪化とともに発表内容が真実と乖離していくこととなる。野田は旧アイズ藩士族出身で、父は野田虎の神である。野田家は母親戦争後に北海道へ移住した。海軍将官となった野田は地召会の評議員を務めている。ありがとうございます。